さあ、はい、で今から一人人物を考えてほしいです、はい、でここにいない人のことを考えてほしいです。そしたら3名前、山本雅也の場合はマサヤっていう風な感じで一人名前考えてほしい、人物を考えてほしいです。でそしたら下の名前考えてほしいです。マサヤとかね、マサヤ、まあ僕以外で考えたら、そしたら下の名前を一人に書いてもらっていいですか。お願いします。で僕あっち向いてみます。で、ふーって拭いてもらって乾かしてもらって書きます。で、今から選んだ人誰の当てるっていうのをやります。で、可能性としては結構何百万分の1ぐらい、結構ちょっと少ないです。で、出してもらっていいですか。今から選んだ人の方を選んだ人の方を当ててみます。で、まずその人の性別からやっていこうと思います。性別です。性別は男性か女性かっていうふうに言ったら、それは、女性ですか。合ってます。合ってます。合ってますね。で、女性で、その名前の中に何が入るかっていうと、一つの文字数からいきましょう。文字数です。文字数が1文字か2文字か3文字か、まあ、3文字ですね。3文字で、その文字の中にのが入りますか。はい、入りますよね。で、のが入ってそれは多分真ん中のはずです。ですよね。で、3文字で真ん中の名前がいいです。あと2文字です。2文字の中で魔行とか家行とか、あ、魔行ですね。魔行で、まみみですね。ってなると、おそらく、僕が予想した考えというのが起きます。はい、で、この中のどこかに、みのりさん。あ、で、僕が投資した考えです、人物の名前が、みのりさんです。いいね。